2010年のハジ・ケオルゲ・ハジは、ルーマニア出身の元サッカー選手、サッカー指導者。選手時代のポジションは MF。東欧のマラドーナと呼ばれた、ルーマニア史上最高の選手にして1990年代のヨーロッパを代表する選手の一人。ルーマニア代表の中心選手として、1983年から2000年まで17年間に渡り選出され、 三度のワールドカップ出場に導いた。代表通算35得点は、ルーマニア歴代最多記録である。長男のヤニス・ハジもサッカー選手である。ルーマニア国内では、早くからその才能が注目され、1982年に17歳で、ファルル・コンスタンツァイ入団。翌年には、ルーマニア代表に選出され、1984年に、わずか19歳で、 ユーロ1984に出場。1987年には国内の強豪ステアがブカレストへ移籍し、1988から89シーズンの UEFA チャンピオンズカップでは決勝進出したが AC ミランに4ロと大差で完敗し、準優勝。ワールドカップイタリア大会での活躍が認められ、ユベントス、AC ミランなどが争奪を繰り広げたが、 スペインのレアルマドリードへ移籍、1990から91シーズンの第4節、サラゴサ戦でリーガ初ゴールを決めた。1991から92シーズン、第22節のビルバオ戦で、ハットトリックを決めるなど、35試合に出場し12ゴールを記録した。1992から93シーズン、かつてルーマニア代表に初めて、 恥を選出したルチェスク監督から電話で勧誘され、イタリアのブレシアへ移籍。この移籍について本人は、ビッグクラブからの移籍は、落ちぶれたように思う人もいるかもしれないが、恩師であるルチェスク監督に誘われたこと、セリー A でのプレーに惹かれたこと、マドリードでは外出することも、ままならないなどストレスが多かったことなどと話した。この時ヨハンクライフは、 レアル・マドリードが放出したことについて、レアルが放出したことが信じられない、スペインリーグから素晴らしいプレイヤーが去った。と嘆いた。第5節のホォジア戦で、セリエ A 初ゴールを決めたが、チームは低迷して、セリエ B に降格、降格後の1993から94シーズンも残留し、チームを再びセリエ A に昇格させた。 1994年のワールドカップアメリカ大会、終了後に FC バルセロナに移籍。幼少期からのアイドルでもあり、以前から恥を高く評価していた、クライフ監督率いるドリームチームの一員となったが、1994から95シーズンは、リーグ戦でわずか17試合4ゴール、1995から96シーズンは19試合3ゴールと、出場機会に恵まれず、 本領を発揮できなかった。1996年当時、ハジは、クラブ関係者からの強い要請と、バルサでの出場機会期限を機に、ガラタサライに移籍した。チームのキャプテンとして、2000年には、UEFA カップ準決勝のリーズ戦のセカンド、レグで1ゴール1アシストを決め、チームを決勝に導くと、決勝では、アーセナル FC を破り優勝を成し遂げるなどの、 成功を収め、チームの躍進を支え、2001年に現役を引退した。1983年よりルーマニア代表としてプレー1990年にはルーマニアを20年ぶりのワールドカップ出場に導いた。ワールドカップ、イタリア大会では3試合に出場、ベスト16進出に貢献。1994年ワールドカップでのルーマニアの躍進であった。 ハジは、背番号10、キャプテンとして、ルーマニア攻撃陣の核となり、1次リーグ第一戦、バルデラマ、アスプリージャラを要し優勝候補の一角と目された、コロンビアを3-1で下した。この試合でハジは2点目のロングシュートを決めただけでなくに、アシストも決めた。その後もスイス戦でゴールを奪い、決勝トーナメント1回戦で、優勝候補のアルゼンチンを、 カジノ1ゴール1アシストの活躍により3から2で下し、準々決勝のスウェーデン戦でも1アシストを決めたが、延長 PK 戦の末で敗れた。大会中5試合で合計3ゴール4アシストの活躍でチームを準々決勝まで導いた。1998年ワールドカップ大会に出場、グループリーグのコロンビア戦、イングランド戦でアシストを決め、 決勝トーナメント進出に貢献した。2000年 UEFA ユーロ2 0 0 0では準々決勝のイタリア戦で退場、その試合が代表最後の試合となった。2001年に現役引退後は監督としてガラタサライやルーマニア代表などを指揮したが、現役時の名声にはほど遠い結果しか残せていない。2007年にはフルス,ステアウアブカレストの監督に就任したが、 同年中に辞任した。クラブ内で強いプレッシャーを感じていたことを理由に挙げている。その後、2010年10月より、再びガラタサライの監督に就任したが、2011年3月、成績不振により解任された。2009年には、ルーマニア国内に FC ビトルルコンスタンツァというサッカークラブを立ち上げている。ゲームメーカーとして、中盤に君臨し、 左足から放たれる正確なパス、ドリブルによって多くのチャンスを演出した。典型的な10番のポジションを得意としたが、時にセカンドストライカーとしてもプレーした。また、テクニック、短期な性格、リーダーシップの面でも、キャリアを通じてマラドーナと比較された。1999年、ワールドサッカー史の20世紀の偉大なサッカー選手100人で25位に選出された。 2004年3月、ペレが選んだ FIFA100 で同国から唯一選定された。ありがとうございます。